浦和うまい店大図鑑。はい、小野瀬太郎です。5軒目、今回紹介するのは浦和が誇るイタリアンの名店。サムシング浦和本店です。やっぱり外せないイタリアン、古くから住む浦和人におすすめのイタリアンはどこですかと尋ねると、必ず出てくる名前がここサムシングです。場所は私の足だと徒歩5、6分ですかね。浦和駅西口から伊勢丹を通り越しまして旧中山道に出て、桜の名所として名高い樹齢100年以上のしだれ桜で有名な玉造院のそば、浦和門前通りにあります。ここがサムシングです。可愛らしい洒落た店構えでしょ。夜になるとね、雰囲気がまた変わりまして、ご覧くださいよ。浦和で位置に争う素敵なスポットです。サムシング浦和本店、イタリアの下町の食堂のような活気ある雰囲気で、決して堅苦しい高級店ではありません。家族連れで行っても OK、 友達と談笑するのも OK、 恋人同士2人で、あれもすごくいいですよ。まあどなたと一緒に訪れても満足できます。でお一人でもカウンターでワイン片手に自分の時間を堪能できます。まずはメニューを見てみましょうか。ともかくね、うまいものはたくさんありましてね、毎度何を注文するかね悩みますよ。だって胃袋一つしかありませんからね。こちら真夜中のスパゲティ、サムシング看板メニューです。あの野人、日本代表ジョホールバルの奇跡を起こしてくれた岡野正幸さんを虜にし、野人の一声で定番メニューになったことでも有名。黒板にも今日のおすすめがあります。どうぞチェックしてください。ドリンクメニューもね、あんまりたくさんあるんでね、私はワインに詳しくないんですよ。そこでね、マスター、はい、おすすめの赤ワインは今日はどれがいいですかね。そういう時はもう素直に本店のワインソムリエであるシェフの横田秀樹マスターにおすすめの赤ワインを聞いていました。で今回おすすめで登場したのは2016年のバローロです。バカ野郎じゃありません、バローロね、イタリアのワインの王様と言われている一本であります。北イタリアですね。これはうまいですよ。でこの美味しいワインをいただきながら、今回はサムシングのオーナー横田安民マスターにお話を伺いました。サムシングの歴史は昭和53年、1978年、横田さん28歳の頃から始まります。現在の本店の場所に夫婦2人で 9.7 坪の喫茶店とショットバーを兼ねたお店をオープンしました。とても繁盛し、あっという間に毎日が過ぎていきます。でその後洋風居酒屋を経て、大家さんから店舗拡張の提案を受けたことをきっかけに、思い切って業種の変更を決断。笹塚でイタリア料理の多店舗展開を目指しているキャンティグループから、グループの一員としてスタートをしてみないかというアドバイスを受けて、イタリアンの世界に飛び込みました。和のテイストを生かしたイタリアンレストランテ、うまいものやサムシングの誕生です。美味しく居心地の良い空間へ挑戦続けるサムシングの歩みは今もなお進行中であります。お店の情報です。でこのサムシングというのは、浦和与野にもう含めて、5店舗あるんですよ。2号店のデュエ浦和西店、与野にあるトレ、北浦和のクワトロ、そして武蔵浦和にあるベラジョイア、ぜひ訪ねてみてください。さあ後半いよいよ実食いただきます。私が今回注文したのは一体何なのか、横田さんが数々の苦労を乗り越えて作り上げた料理の数々、どうぞ皆さん目で楽しんでください。